今年に関しましては、いろんな世代の方ということをテーマに作らせていただいていて、10代から40代の方のアスリートを使わせていただいています。やはり今年はですね、オリンピックイヤーでもありますので、パラリンピック、オリンピックで活躍をしていただいて、お茶の間に明るいニュースを持ってきていただきたいなというふうに思っております。